竹右京さんですね。安竹右京役が石立哲夫さん。30歳独身の石油会社のサラリーマンですね。で、この右京さんが下宿してるんです。米屋に下宿してまして。で、米屋の2階で下宿しているという、設定でございます。そして、この右京さんが下宿している家の中には、ね、先ほどからチーボーチーボーって言ってたんですけど、杉田香織さんね。これは橋本千春という、通称チーボーって言うんですけど、いるんですけど、この橋本っていうのは、チーボーと、この右京さんの関係性なんですけども、この安竹右京の、要は、お姉さんの娘さんです。だから、姪っ子になるんですね。なので、チーボーからしたらおじさんに当たるのが、この右京さんなんです。で、この、お姉さんの、旦那さんが、橋本っていうところで、この橋本演じてるのが、松山栄太郎さん。これね、松山栄太郎さんっていうと、もうね、先ほど、